皆さん、こんばんは、吉村さん、同じです。お久しぶりです皆さん。まずは本題に入る前に、なんで動画投稿を休んでまで今まで何しちゃったかって思う人もいると思うよね。まあそれに関してはこの動画で全部話せるだけ話そうかなと思ってます。そしてナイトファンはもちろんのこと、風俗ファンの方々には非常に興味深い重大発表になると思うので、まあ最後まで見ていただければ嬉しいかなと思ってます。おそらく風俗業界で初だと思うし、個人的にもこんなサービスがあったらいいのになっていうことをやろうと思ってるので、まあようやくねこれを発表できるこの動画を上げることが非常に嬉しく思います。それでは行きましょう。まず今年初めの動画ということで、皆様明けましておめでとうございます。2022年もいろいろありましたが、2023年一生懸命頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。まあとりあえず本題なんだけど、この約半年間何をやっていたのか。まあまず一つ目はこのチャンネルでの生配信やね。まあ知ってくれてる人はいると思うんだけど、元風俗店員っていうこの経験を生かして風俗攻略動画とかはねいろいろ上げてるんだけど、そんな俺が生配信で全国の風俗店の女の子情報を見て、そこから当たり嬢を選んで、まあ皆さんにね当たり嬢の方を紹介していこうという配信をやってるんよね。まあその中で当たり嬢を選ぶこととか、こういうところに気をつけた方がいいよとか、まあそういうことも話したりはしてるんだけど、まあそういう配信はね毎週土曜日の22時から24時くらいまでやってるんで、まあ興味がある方はぜひ遊びに来てください。まあその時にね調べてほしいエリアや店舗、女の子がいたら、まあそのエリアを調査して当たり場を選んでいくんで、ぜひ気軽にコメントの方もよろしくお願いします。でまあ配信しながら思ったんだけど、まあ俺ね、まあこれまで調査してきた女の子たち、まあ総勢1000名ぐらいの当たり場のリストをビルキに残してるんだけど、この調査リスト欲しくないですか？欲しくないですか？だって言うなら、このリストは当たり場を記録してるので全国の当たり場リストになるわけよね。鳥取以外は、鳥取はね2人だけは風俗情報が載ってなかったよね。つまりはこのリストがあれば全国どこにいても外れ状を引かずに当たり状を引くことができるっていうわけ。まあ一応配信アーカイブとか残してるから、まあそのアーカイブを見てね、まあ、気になるエリアとか店舗とか女の子とか、そこから調べることもできるんだけど、でもそこから調べるのめちゃくちゃ大変と思うよね。このアーカイブとかも編集してないからもう2時間くらいあるし、そこから自分の気になるエリアを見つけるのってすげえ大変と思うよね。そういう街中とかでこのアーカイブとかを見ながら女の子選んでたら、やっぱ音とか聞こえるし、ちょっとね周りの目を気にしたりとかすると思うよ。ということで、なんと今回この当たり状リストを公開します。じゃあどうやって公開するか私考えました。まず候補としてツイッターがあったんだけど、まあツイッターはね文字数制限あるし、文章でダーってリストになるとすげー見にくいと思うので、更新していくたんびに今までのデータがどんどん下に落ちていくからすげー見つけにくいと思うから、ツイッターはダメだよね。でこの YouTube の動画になるとリストがダーって長いから結局見づらくなるし、投稿を使ったとしても結局それよりもは文字数は増えるけど、調べにくいよね。で理想としてはエクセルのような表でエリア検索とかもできて、リスト内の女の子の名前なんかをクリックするとお店ホームページの女の子情報のリンクに飛んで、そこで女の子情報の詳細を確認してそのまま予約する。これが理想だし、絶対使ってる側はすごいスムーズだと思うの。でこれらを実現するためにはどうしたらいいのかすげー考えた結果、よしサイトを作ろう、ドアスリマスターナイトの公式サイトを作ろうということで、公式サイトいやーめちゃくちゃ大変だった。これを考えたのが今年の頭で、まあ予想ではね私のような天才がやれば、まあ、ゴールデンウィークには完成するっしょって思ってたんだけど、まあ現在に至るというね。まあこのサイトにはライブ配信のスケジュールとか、まあそれ以外のお知らせ、当たり状リストの更新とかね、風俗店の攻略や風俗店の裏側の記事とか、まあ僕のプライベートのね日常的なブログとかも更新していくんで、もうこれらは無料で見れるんで、ぜひ気軽に遊びに来てください。んで気になる全国の当たり状リストでは、都道府県のエリア検索はもちろん、風俗のジャンル、まあソープとかヘルスとかデリヘルとかね、店舗名、女の子名、おすすめ度、おすすめのポイント、ちゃんと表にして見やすく記載してるから非常に使いやすいと思うし、その女の子の名前のところにそのお店のその女の子の女の子ページのリンクを貼ってるので、気になったらすぐにお店の女の子ページに飛んで確認予約までできるから、すごいスムーズにできるようにしてます。まあ気になるところが見つかれば都度改善していくのでよろしくお願いします。まあこれがあればね、普段はもちろん旅行先とか出張先とか、どっか普段自分がいないところで風俗遊びをしようとか、初めて遊ぶ女の子を選ぶときに一生懸命調べて外れ状を引くことはなくなるし、まあ人それぞれ好みがあるけ 100% 当たり状とは言えないけど、一般的な人が言う外れ状はこのリストには載ってないようにしてるんで、適当におすすめ度が高い子を選んで、この子は超当たり状でしたっていうことが非常に多くあると思うんで、ぜひこのリストをね利用してほしい。多分こんな全国の当たり状だけを集めたサービスって多分日本初で唯一のサービスと思うよね。まあいろんな風俗サイトとかあるけど、まあそういうサイトさんはお店からお金をもらってお店にいる女の子を紹介していくっていうサイトになるから、多分こういう当たり状だけを載っけるっていうのはうちだけだと思う。でさっき
し、約1000名ほどって言ったけど、これは実は配信外でね、結構調べて当たり上結構追加したんですよね。でそれらを含めて1000名ぐらいなので、まあ、配信では調べてないエリア、店舗、女の子の情報とかも載っけてるし、今後もこのリストは増えていくんで、ぜひ今後ともよろしくお願いします。いや、風俗ファンにはめちゃくちゃいいと思う。だってリストに載ってる女の子を選ぶだけで当たり上引くことができるんよ。しかもこれが全国で使えるってわけだからね、鳥取以外は。俺も昔風俗店員として働く前まで一生懸命調べて女の子を選んでハズレを引くことって多々あったんで、昔の俺なら絶対このサービス利用してると思う。で気になるお値段なんだけど、月額500円のサブスク価格で利用できるから非常にいいよね。いや、金取るんかい、取るかーっていう人もいると思うけど、それにはちゃんと理由があって、いや俺も無料で行こうと思ったよ、思ったけど、このリストを使って悪いことしようっていう人もネット上にはいると思うし、まあ過去そういうことされたしね。それにこんな値上リストを無料で公開すると、この女の子の予約が混みすぎて、まあ予約が取りにくいとかそういうことにもなりうるんで、月額500円のサブスクにさせてもらいました。いやいや月額500円なら利用しないわっていう人もいると思うけど、もうその人たちに聞いてほしい。きっとみんな経験あると思うけど、60分2万円と1万5000円のお店があるとして、指名料ケチって1万5000円のお店で遊んだ結果ハズレ状がついて1万5000円無駄にしたわっていうことあると思うよ。で逆にケチらずに60分2万円のお店で名料を節約に払って1万1000円にはなったけど、ここで当たり上引きましたってなったら、安いお店より6000円多く払ったけど、いや得した気持ちになると思うよね。もうこの業界はリスクを取って安い料金を払い、ハズレ上を引いて結果そのお金丸々損するか、知らず払って払った金額丸々得するかっていうことが多々あるよね。まあ中には高い金を払ってハズレを引くこともあるけど、その点このサービスではたった500円でそのリスクを管理できるし、なんなら安いお店でも絶対当たり割れるよね。このリストには安いお店の当たり上とかも載っけてるんで、金額を抑えつつ当たり上を引くっていうことも可能になるよね。そう考えたらめちゃくちゃ安いと思う。一度入って解約してもいいし、また利用したいなと思ったらその時また入ればいいと思うんで、ぜひ登録の方よろしくお願いします。サイト URL に関してはこの動画の概要欄に貼ってますんで、お気に入りなりホーム画面に追加したりとかしてアクセスしやすくしていただければなと思ってます。てな感じでね、今年実はいろいろ頑張ってました。とはいえね、配信をやってたものの今年は動画上げてなかったんで、動画ファンの方には申し訳なかったんだけど、まあ一旦ねサイトの作成は完成したんで、サイトの更新と生配信をやっていきながら動画投稿の方も復活したいと思うんで、これからも応援よろしくお願いします。またいろんなことにチャレンジしていきながらね、皆さんに有益な情報を提供していきますんで、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter のフォローと動画概要欄にあるよろしくマスターナイトの公式サイトの方もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。よろしくマスターナイトでした。じゃあね。